おはようございます。旅行好きのせいです。さて、私は先日沖縄県の宮古島に行ってきました。こちらは今リゾート地としてどんどん注目が高まっていて人気の観光地ですね。そして私もこちらでいろんなところを見て回ったわけなんですが、本当にどこに行っても綺麗なビーチだらけで見どころの多い島でした。そこで今回その島の中でも私が行った中なんですが、その中で特に良かったところ6選、これを紹介したいと思います。では行ってみましょう。まず1つ目はこちら、言わずと知れた伊良部大橋。宮古島といえばこの橋を思い浮かべる方も多いんじゃないでしょうか。この橋は宮古島とそれから伊良部、この2つの島を結ぶ大きな全長3000メートル以上の橋なんですね。無料で渡れる橋の中では日本最長のものになるそうです。構想40年、建築期間9年と膨大な時間をかけてようやく完成した橋なわけなんですが、この橋が完成したおかげでこの伊良部島のさらに先にある下地島、ここに設置されている下地島空港に車でアクセスできるようになったんですね。さらには観光資源としてももうすごく注目されている橋なので、この橋がもたらす経済効果というのは計り知れないものがありますね。もうこのおかげで宮古島には宮古空港とそれから下地島空港という2つの空港が存在していることになります。沖縄本島よりも小さな島なのに空港が2つっていうのはすごいですよね。この橋と海のこのコントラストがもうめちゃくちゃ綺麗ですよね。まさしく自然と人工物のコラボレーションだと思います。そして次に紹介したいのが、さっき話題に上った下地島空港の滑走路の端っこにある通称17エンドという場所ですね。下地島空港は滑走路周辺をずっとフェンスに沿って歩けるようになっているんですね。こちらはもう一般人が通ってもいいということになっていて、たくさんの観光客が飛行機の写真を撮りに来たりします。そしてこの17エンドという場所がちょうど滑走路の端っこの部分にあたるんですね。なので離着陸する飛行機を真正面から間近で見ることができるというかなり貴重なポイントなんですね。私も間近で飛行機を撮影しようと思って、全部でこの滞在中4回ほどこの17エンドに向かいましたね。そしてその甲斐あってなかなか迫力のある飛行機の映像を撮影することができました。いやー満足ですね。そしてこの17エンド、これだけじゃないんですね。このすぐそばにめちゃくちゃ綺麗な砂浜があります。もう真っ白な砂でその上に青い海が広がっていて、サップを楽しむ人も多いんですね。いやーほんとこのビーチが綺麗なんで、この17エンドの撮影に行った時はその後必ずこのビーチで泳いで帰ってきました。ちょうど今流れてる映像は同じゲストハウスで知り合ったインスタグラマーの人たちですね。この人たちもちょうど同じ時間に撮影に来てたので、私も混ざって一緒に遊んだりしてたんですね。いや本当に綺麗なビーチで思わずテンションが上がって私も1枚写真を撮ってもらいました。いや本当に綺麗なビーチですね。ここはもうずっと見てても飽きない場所でした。ちなみにこの17エンドの砂浜は干潮の時にしか入れないので、ちゃんと潮の時間を見ていくようにしましょう。3つ目に紹介したいのがこちら、イムギャーマリンガーデンというところですね。こちらはちょうど入り江にできた砂浜になっていて、まあ砂浜といっても結構小石がジャラジャラしたような感じのビーチなんですね。そういった場所なんですが、こちらこの入り江の中なのでうまい具合に波を遮ってくれてて、とても穏やかな場所なんですね。なので子供も安心して泳げますし、かつ結構小魚とかもいっぱい泳いでいるので安全にシュノーケリングを楽しむことができるんですね。
そしてこの入り江の外側は外側で、もうめちゃくちゃ綺麗な海が広がっています。そして高台の場所には展望台も用意されているので、そこからその綺麗なイムギャーマリンガーデンを見渡すことができます。あと面白いことに、この入り江から展望台に向かう途中、橋が架けられてるんですね。歩行者用の橋なんですが、そこから飛び込んで遊ぶこともできちゃいます。結構地元の人たちとかよくやるそうでして、それを聞いて私も度胸一発ということで飛び込んでみたんですね。いやー、なかなかちょっと怖かったんですが、いや気分爽快でした。そして次に紹介するのが矢火寺というシュノーケリングやダイビングで有名なエリアですね。ここはビーチエントリーなどではたどり着けないほど遠いところにある場所でして、宮古島の北側にある池間島ですね。ここからさらにモーターボートなんかでだいたい15分から20分ぐらいですかね。それぐらい進んだ先にあるエリアなんですね。なので宮古島中心部の平良港というところから出発する場合はモーターボートでだいたい30分ぐらいですかね。それぐらいの結構離れた場所にあるんですが、そこまでしていく価値のある本当に綺麗なエリアでした。サンゴ礁とか綺麗な熱帯魚もたくさん見ることができますし、もうご覧のようにとても透明度の高い綺麗な海が広がってるんですね。私もシュノーケリングする傍らでドローンで撮影してたんですが、もうこの美しさをどうやったら伝えられるんだろうとひたすら悶々と悩みながら操作していました。シュノーケリングやダイビングに興味のある方はぜひ行ってみてください。さて次で5つ目の紹介となるんですが、今度は池間大橋を紹介したいと思います。宮古島には伊良部大橋の他にもこの池間大橋や栗間大橋といった橋がかかってるんですね。そしてその中で伊良部大橋が圧倒的に知名度が高いわけなんですが、地元の人たちの中では池間島からの景色こそが一番綺麗だというのが共通の認識なんだそうです。その話を私も宿のオーナーさんから聞いて見に行ってみたんですが、確かに美しいですね。もうこの橋から眺める海がすごいですよね。そしてその先に見える池間島、いやー本当なんか雄大な自然がスーッと広がってて、いやー本当感動の景色でした。そしていよいよ今回紹介する最後の場所ですね。こちらはガイドブックにもよく載っている東辺名崎という岬です。こちらはですね、岬の先端の部分に灯台があって、そこまで歩いていくことができるようになっています。もちろんこの岬の先端からの景色もとても素晴らしいんですが、あえてこの岬の根元の部分ですね、そこにちょっと高台になっている場所があって、そこからこの東辺名崎を見下ろすとものすごく綺麗なんですよね。両サイド海に囲まれた中一本のまるで道路のような岬がずっと沖の方まで続いていて、とても美しい風景でした。この東辺名崎は宮古島の南西の一番端っこにあるんですね。なので宮古島の中心部平良という場所からは車でだいたい 3-40分程度の距離ですね。ちょっと距離がありますが、それだけに人が少なくてとても綺麗な景色が堪能できますし、早朝に行けばここから綺麗な日の出を見ることもできます。興味のある方はぜひ行ってみてください。ということで今回の動画は以上で終わりとなります。いかがでしたでしょうか。今回紹介した場所をまた一つ一つもっと詳しく紹介する動画も作成しますので、興味のある方はよかったらチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。あと新着動画を見逃したくないなという方はベルのマークをタップしておくとすぐに通知が届くようになるので、よかったらそちらもご活用ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。
い、OK です。